こんにちは投資です、えー、今日はね、あの、底辺 FXYouTuber で、有名なペンギンさんとコラボします。イエーイいやー、これね、2回目なんですよ。うん、まあ、ちょっとね、前回はいろいろちょっとトラブルがあって、うまくね、あのー、動画ね、撮れなかったとことかもあったんですけど、今回はね、えー、トラブルないようにね、 えー、皆さんにね、このコラボ企画、これをね、きちんと取って皆さんに提供したいと思います。いやー、あのね、あの、底辺 FX で有名なペンギンさんとコラボできるってね、これ、なかなかね、僕楽しみなんですよ。うん、あの、エンターテイナーとね、あのエンターテイナーとコラボできるっていうのは僕はね、すごく楽しみです。なので、えー、っと、今日はね、ちょっとね、プレゼン形式にしてみました。 よくね、よくなんかね、昔はね、プレゼン系 YouTuber とか言ってね、あの、今日もプレゼンやってるぞとか言ってよく言われたんですけど、まあ、もともと僕のスタイルはね、プレゼンなんで、まあ、ちょっともともとのスタイルに戻った感じなんですけど、じゃあちょっとね、やっていきます。はい。でね、そのペンギン f x さんってね、どんな方かね、知らない方非常に多いと思うんですけど、あのー、まあ、あの、本当にね、あのー、FX トレーダーの業界ではね、一番底辺業界をにいる方なんですけど、ただエンターテイナーとしてはね、なかなかの面白いということで、以前からね、僕は興味あるなと思って、もっとね、今よりチャンネル登録が少ない時からね、しっかり見てました。で、そのね、ペンギン FX ってね、僕らがね、あの、俗に言うんですよ。で、本当の名前はペンギン FX ではないんですけど、みんなね、ペンギン って言うから、まあ、そういうね、なんか俗名でもう通ってるんですけど、えー、その方、一、まあ、FXYouTuber ではね、本当もう業界トップクラスのもう底辺です。で、もうそれはね、さっきも言ったんで、次2番に行くともう行くんですけど、あのー、いつもね、アンチコメントがすごくて、動画出したらね、いつも炎上してると。もういつも炎上してるから、なんかで、ね なんていうのそれが普通に思ってしまう感じなんですよね。で、本当にね、アンチが多いと <laughs>。これはね、すごいです。で、三つ目。三つ目はね、あのね、映画監督になる夢をね、ずっと追ってて、ずっとね、えっ、ー、と、それをね、まあ、実現するためにね、えー、やってます。まあ、FX 配信者でもあると同時に、まあ、映画監督になる夢を追ってる方ですね。 でまあ、最近はね、4番。最近はちょっとあの、まあ、FX トレードでね、ちょっと勝ってて、まあ、勝、えーまあ、ってる感じですね。まあ、目標はなんか日給、目標は日給1万円らしいんですけど、でも一応ね、なんか7、8000円ぐらいは勝ってるんで、まあ、全然悪くはないなと思いますね。はい。本当悪くないと思います。あの100万でね、1日7000とか8000増やせるってね、これなかなか難しいですよ。 うん。あのね、300万、400万、500万ぐらい入れててね、あの1日数千とか別に大したことないけど、100万でね、結構数千勝つってね、結構ね、あの、大変ですよね。これは <laughs>、あの、僕も最初のね、FX トレードしてた時は、まああの、僕の時代なんかデモ、デモ講座とかなかったからさ、あの、<laughs> ガチリアル資金でやるから、最初100万ぐらいでやってたんだよ。で、それがね、 あのー、勝つし増えてくるし証拠、あのー、金をねいっぱい入れるからどんどんでかくなってきてねあのでかくなってくるんですけどもちろんね一つの口座じゃなくていくつか口座持ってるんで、まあ、それ足すとねいくらあるかちょっと分かんないですねうん正直言って分かんないいくらあるか <laughs> あの、まあ、それでね別に日給78銭ってすると別に大した額じゃないんですけどペンギンさんはね100万手で,で 100万ぐらいの証拠切れで、ね、7、8000取ってるってね、これすごいですね。うん、なんか今年調子いいのかね。今までちょっと調子が悪かったらしいけどね、うん、最近調子いい感じですね。で、えっと、5つ目。これがね、えっと、まあ、彼はね、あの、自虐ネタをするんですよ。で、これであの、あの、ネタだと本当に思ってる人は、あの結構ね、冷静なんですけど、 あ,のあれネタだと思ってない人は多分ねもうね超ブチギレてるんです,ですよね <laughs> であのなんか動画でねすごいなんかアッチコメントがいっぱい湧いてくるんですけどあの彼で、ね、あれわざとやってますよ絶対、うん、だってそういうエンターテイラーなんですもうあの人は <laughs> それをね初めて見た人は多分ね驚いてねあなんだこれはみたいな思ってみんなねなんかコメントするんだと思います で、まあ、長くね、コメントしてる方も多分いると思うんですけど、あの、そういう人は多分ね、もうあいつエンターテイナーで、あの、自虐ネタとかふざけてやってんだろうっていうのはね、まあ、大体ね、あの、もう見通してると思うんですけど、うん、全然分かってると思うんですけど、初めて見た人は多分ね、驚くと思いますね。<laughs> これが <laughs> これが, <laughs> が TFXYouTuber 力かったり思うぐらい、すごいですね。うん。初めて見た人はね、あのほんとね、 なんだろう。不思議な空間にいる感じがすると思いますね <laughs>。で、えー、っと、まあ、次いくんですけど、そのペン n f x さんとまあコラボする、まあ、内容なんですけど、えーまあ、内容はね、まあ、大きく分けて3つかなと思,う思いますね。まあ、これあくまで僕の個人的な主観なので、えーまあ、当日何話すかまだ全然決まってないんですけど、まあ、この3つは、ね、絶対やりたいなと思ってます。まず1、FX 関係。 これはね、僕も投資家だから、ここはね、しっかりやらないといけないと思うんですよ。ここをサボると、あのー、まあ、こいつもね、俺もなんか、投資家というよりかは、エンターテイナーなんでしょうみたいな思われてしまうんで、僕はね、結構ね、ここは真剣にやります。FX 関係の話、これはね、真剣にやりたいと思ってます。まあ、投資家だからね、最近、あんまり僕は YouTube の方で投資の話やってないんですけど、でもね、勝ってるからね、やる、 面倒くさいっていうのもあったんで、やってないんですけど、まあ、ここはね、コラボ企画だから、しっかり、まあ、その FX の話をね、したいなと思ってます。もちろん、限られた時間ない、ないになりますけどね。で、2つ目、これ、企業の話。 そのまあ、ペンギンさんはね、前から起業してて、あのーまあ、本人がバーチャルオフィスって言ってるんですけど、まあ、いわゆるあれですよね、ペーパーカンパニーを作ってるんですよね <laughs> あの。まあ、ホー本ーがバーチャルオフィスっていうことを動画の中で言ってるんですけど、まあ、いわゆるペーパーカンパニーですね、作って、まあ、作ってなんか起業してるらしいんですけど、まあ、そのあたりの、ねまあ、起業が、ね、今どうなってるかっていうのもちょっと聞きたいですね。 でまあ、今までね、いろんな企業をし、ね、てね、えー、全部失敗してきたわけなんですけど、そこの、ね、話のどっかもね、えー、一部も聞きたいなと思います。そして3つ目。まあ、3つ目はあのー、この前ね、最後まで聞けなかったんですけど、まあ、時間なくてね。で、えー、っと、ペンギン哲学ですね、うん。このペンギン哲学、これをね、もう一回聞きたいなと思ってます。でまあ、ペンギンさんの持ってるこの哲学。 どういうね哲学フィロソフィーでまあやってるのかっていうところをちょっと聞きたいなというふうに感じております。はい。そして最後、最後、最後はないね。もうこれで終わりです。このあたりを聞いてね、コラボを一緒にね、ちょっとやって、この投資業界をしっかりね、盛り上げていきたいと思っています。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。